棟梁。どういうつもりだ。蓋を開けよ、マオ。名付けてビッグバンシューマイ完成。確かにこのシューマイなら50人前はある。ふん、苦し紛れのハッタリを。こんなでけえシューマイじゃ中央はまともに火は通っちゃいめえ。なんとかシューマイの形はしてるが、果たして味はどうなんだ。おお、やはり十分に火が通ってねえんだな。マオ、お前あれを使ったな。炭火だ。そうだな、マオ。はい。蒸す前にあんを炭火で十分に焼きました。火の出ない炭火なら中から熱を伝わらせることができます。大使ったらあちこちに箸をつけて、なんであんなお行儀の悪い食べ方を。なるほど。だからビッグバンシューマイか。なんだと。断面がマーブル状に。刻々と変わるこのまだらの意味、わかるじゃろ、シェルよ。まさか。ここは硬いすね肉をよく叩き、野生味豊かな肉の旨味を出している。ここはバラ肉、これも叩いて霜降りにして脂身のジューシーな旨味を。こいつは小袋か。ここは歯ごたえのあるガツ、これは豚足のとろみ。おめえって野郎はつくづく面白い。要するにだ。はい。このシュウマイに豚一頭の美味しさを全て閉じ込めました。その通り。このシュウマイ一つの中に一つの生命体の宇宙がみなぎっておるのじゃ。この絹の衣のような皮で好きな部位を好きなだけ包む。場所により味が変わり箸が止まらねえ。そして一つの部位でもうまいが、それ以上に偶然に重なった肉の層が無限の組み合わせを作り出し、想像もしない味のハーモニーを奏で上がる。俺ぶっ壊せろ。俺も。ここは頭か。おう、初見っけ。お前一度につつ